招きしてはいけない。私が小さい頃に住んでいた家は裏が墓地になっていました。それになぜか夏でも涼しくて、子供ながらに不気味に思っていたのです。母が言うには、あなたが小学校に上がる前、玄関先で写真を撮ろうとしたら、ふと後ろを向いて、みんなおいでと何かを手招きしたのよ、ということもあったそうです。その時撮った写真には、私の顔の横に手が写っていたりと、いわゆる心霊写真だったそうです。急いでお寺へ持って行って供養してもらい、それ以降、写真を撮る時は生きている人間以外に手招きしないようにと言われ続けていました。もしかすると、あの頃の私には何かが見えていたのでしょうか。そのような力には心当たりがないのですが、何度もそう言われるので常に気をつけていました。でも高校2年の終わり、修学旅行で沖縄へ行った際に、とんでもない写真が撮れてしまいました。沖縄には3泊4日で、確かひめゆりの塔や首里城へ行きました。その修学旅行の飛行機の中で、隣にいた友人にネタとして、昔写真を撮るときに誰もいないところで手招きしたら心霊写真が撮れた、という話をしていたのです。すると友人がそれを覚えていて、行く先々でふざけて、撮るよと誰もいない方へ手招きをしてから写真を撮っていました。やめるように言ったのですが、何も写りっこないよと笑ってやめませんでした。さらにはそれを見ていた他のクラスメイトも面白がってやっていたのです。そしてその日泊まる宿は民宿で、だいぶ年月が経ったようなところでした。部屋も畳敷きで、廊下の外は庭があり、夜になると何か出そうな雰囲気もあったのです。夜中に男子も数名女子の部屋に来て、怖い話が始まりました。そこで私が最初に手招きの話をした友人が、それを今やろうと言い出したのです。もちろん私は止めたのですが、みんな外へ肝試しへ行けない分盛り上がってしまったようでした。庭を背景にしてカメラのタイマーをセットして、友人が撮るからおいでと庭へ向かって手招きして、シャッターが降りたその時です。いきなりバンという破裂音とともに部屋の電気が消えました。慌てて電気をつけると、手招きした友人だけがおらず、探すと庭に倒れていたのです。気を失っているようで、慌てて養護教諭を呼んできましたが、そのまま目を覚まさないので病院へ運ばれました。翌日、担任から何があったのかを聞かれて全てを話すと、宿の人に、それはきっと怒って懲らしめられたんだろうねと言われました。何に怒られたのかは聞いても濁して答えてもらえませんでした。あんまり悪ふざけばかりすると、そうやってダメだよって注意されるんだよと付け加えられ、それもそうだと思ったのです。友人は翌日目を覚ましたそうですが、胸の真ん中あたりに人の手の形のあざができていました。誰かに思いっきり押されて、すごい力で体が飛んでいく感覚があったといいます。あの時、面白がっていた友人に起こった何かが、友人を懲らしめるためにやったのかもしれません。さらに事態はこれで終わりませんでした。家に戻ってから、修学旅行で撮った写真を現像して見てみると、全部に変なものが写っていたのです。肩のところに顔や手のようなものがあったり、足がもう一本多く写っている写真もありました。学校で話をしてみると、カメラを持っていった皆の写真がどれもそういうものが写り込んでいるようでした。特に手招きした時に撮った写真が最もひどかったようです。顔が消えていたり、ぐにゃりとねじるように写っていたり、とにかくまがまがしい写真ばかりでした。学校で依頼して同行したカメラマンの写真にもそういったものが写り込んでいたようで、担任からは再度注意されました。他のクラスは何もなく、私たちのクラスだけがこのような状況だったので、クラス全体でお祓いを受けることになりました。
私たちがふざけてこんなことをしたので怒った者がいたのでしょう。決して生きている人間以外を手招きしてはいけないと改めて思いました。